拓也の着物着方教室、佐久間です。今回は皆さんと一緒に半襟をつけてみようと思います。まず使うものからご説明しますけども、これは和裁のプロじゃない私が普段つけている方法ですので、もしよろしければね、一緒のものを使いながらやってみてください。針ですよね。縫い針と待ち針を用意してください。私は縫い針にはこのようにね、使わないときには糸を通して玉留めをしています。なぜかというと、よくね、山の中に縫い針はね、入り込んで迷子になってしまうんですね。探すのが大変ですから、こういうふうにされておくと便利ですよ。そして待ち針、縫い始める前に本数は確認しておきましょう。私の方法は5つずつの山を作って、終わった後に数えやすくしてあります。そして縫い針ですけども、これはね、皆さんお使いのもの、慣れたもので大丈夫だと思いますけども、私はクローバーの縫い針、キヌクケというのを使っています。そして糸切りバサミ、指抜き、私はね、小学校の時に指抜き使った気もするんですけども、輪っかだけのやつ挑戦しましたけども、なかなか難しかったので、これもクローバーさんのパッチワーク用の指抜きですけども、指サックのようにね、こうかぶせる形になってます。これはね、使いやすかったです。こういうものを使ってます。そして糸を通す時には、これもクローバーさん、クローバーのね、コマーシャルみたいになりますけども、糸通しです。針を置いて糸をかけてカッチャン、これだけでね、通るんですね。半襟付け、何が面倒って言ってね、糸を通すのが私はちょっと面倒だったので、これすごく便利になりました。いつも実際に使っているのはこの掛け針というものです。これは見たこともね、ある方たくさんいらっしゃると思うんですけども、半襟をつけるときにこの金具のところで長襦袢を挟んで、ちょっとね、テンションかけながら縫っていくものです。たるんでるのを縫うよりもテンションかけた方が縫いやすいので、これを使ってますけども、今日はね、ちょっとテーブルが固定できないので、これは使わずにやってみようと思います。実際はこのように挟むものがあると便利になります。では実際に針を通していきますね。糸をね、このようにいつもかけてますよ。実際に使うときにはこの糸取ります。そして穴が開いた方ちょこんと置きます。今日は白襟をつけますので、本来でしたら白の糸使っていきますけども、見ていただきやすく今日は黒糸通してみようと思います。ここにセットしたら、このカッチャンを押すだけです。そうするとね、もうこれ通ってくれるんです。やはりね、何回かね、こう糸通しますけども、この作業が楽だとやるのも楽しくなります。そしてこれね、針山にちょこんとかけておきますよ。使わないものはちょっとこっちに置いておきます。本題の長襦袢に半襟をかけるとこをご説明していきます。今日は分かりやすく長襦袢の地襟に印をつけておきました。地襟変えちゃって大丈夫なの？大丈夫なんです。これね、チャコペンシルですので、後でね、水を通すと消えますのでご心配なく。まずこのテーブルがご自分の膝だと思ってください。テーブルの上でやられる方はね、このようにセットをしましょう。まず長襦袢の表を見ますよ。襟が自分の方側です。そして背縫いがある延長線上が中心になります。まず
中心と中心を合わせていきましょう。白の半襟です。丁寧につけようと思うと、この切りっぱなしのとこ内側に1センチぐらい折ってくけておきましょう。私はね、毎日変えるので、これはね、しないことが多いです。省略をしていますよ。まず半襟の中心も出していきますよ。わかりやすく半襟の方にも中心の印をつけてあります。そして中表です。長襦袢は表を見てますよ。半襟は裏を見てます。内側が表ということです。中表、表同士が中でごっちんこをしています。そしてまず中心に待ち針を打っていきます。この打つ時もです、結構ね、半襟付けのレッスンした時に皆さんね、針がなかなか入らないって言われること多いんですけども、フランス刺繍のように下に下ろしてあげる。日本刺繍もそうですよね。まっすぐ入れてまっすぐ上げる。そういう風にすると結構ね、力がいるんです。上っ面だけをすくうようにされると、力もなく切れを止めることができます。中心と中心を合わせました。今日はね、半襟付けと一つね、ここでポイントもお伝えしてみようと思います。白の半襟、何回か使ってると、この山のとこ、襟のね、山のとこ、汚れ、ファンデーションとかがね、取れなくなることないですか？何回かやってるうちにね、これ綺麗に洗っても取れなくなるんですね。そういうことが起きてきますので、まずこのね、一番最初に襟を下ろすときに、内側にかけるとこを極力広めにされるとね、いいんですね。どういうことかというと、広めに縫い込みを作りますよ。そして襟をかけたら、内側にね、ちょっとずつずらしていけるんです。そうすると、汚れた今の山のとこが中に中にと入ってくれて、綺麗なとこは表に出てくれます。今日は標準的な作り方で、中心と中心を合わせたら約2センチぐらい、地襟の方にかけて中心を留めておきます。私は右利きですので、まず右側に向いて待ち針を打っていきますよ。ここは何にも考えずに、中心で2センチ地襟にかけましたから、同じ幅で、どれぐらいでしょうか、10センチ間隔ぐらいですかね、待ち針を打っていきましょう。端っこまで長襦袢に沿わせて待ち針を打っていきます。そして反対側も待ち針を打っていきますよ。よく半襟付けのレッスンに来てくださるときに、皆様に、私は雑巾が縫えたら半襟はつけれますよって言うと、皆さん、雑巾は縫えるけども半襟は縫えないわって言われる方結構多いですけども、この後見ていただくと、本当だな、雑巾が縫えば縫えるんだなって分かっていただけると思います。はい、全部に待ち針を打ちました。ここから縫っていきます。本来でしたら先ほどのこの金具で引っ張ってテンションをかけて縫っていくんですけども、今日はちょっとね、このテーブルが動きますので、このまま縫っていきます。指抜きつけていきます。中指につけました。そしたら右の方から縫っていきますよ。長襦袢の本体とここ襟のとこです。ギリギリ
入れたりしますので、ちょっと1回ぐらいは返し縫いをしておきましょう。そうしたら、この今のギリギリのとこをちょっとすくって、1センチぐらいすくって抜く。はい、これぐらい大きな目でいいんです。3センチぐらいありますよね。はい、ちょっとすくって抜いて、ちょっとすくって抜いてって言って、これぐらい大きくっていいですよ。雑巾より大きな目かもしれません。今私がやっててズルズルしてね、すごくやりにくいんですよね。そういう時は、皆様は、この端っこを膝の下に、よいしょ、ちょっとかけてみてください。ほら、テンションかかりますよね。テンションかかると、これ縫いやすいんですよね。グラグラしないので、針が入れやすくなってきます。よいしょ。やっぱりね、チューブラリン浮いたままだとね、結構難しい。そうすると、一個ずつ抜かなくっても、まあ、慣れるうちは、二目、三目、三つぐらいで抜いてみてください。そうすると、どん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 縫えていきます。それでは、先ほど端っこまで縫いましたので、長襦袢を裏返しました。皆さんに見ていただいているのは、長襦袢の裏側になりますよ。置き方は先ほどと同様に、襟がご自分の方です。縫い付けた半襟の残りが手前に来ていますよ。今日はね、地襟にも書き込んでみました。綺麗につける半襟のコツはここからになります。先ほどはね、大きな目でザクザクザクと縫っていただいただけです。縫っていただいただけでも襟が返りますので、縫い目は全然表に出ませんよ。ここから綺麗につけるコツは、この背中心から左右10センチぐらいの襟肩空きのところになります。皆さんが着た時に襟が見えるというのは、この襟元もそうですけども、エモンを食った裏側になりますよね。そこが波立ってる方、結構たくさんいらっしゃると思います。そこは、ここからがポイントになりますよ。地襟の幅で半襟を折り込んで、普通に綺麗につけたはずなのに、着た時に後ろにシワシワシワってギャザーが入るというのは、ここが原因です。折り込んで背中心から綺麗に長襦袢の地襟に沿わせました。ですけども、長襦袢を着る時にはこのようにまっすぐな状態では着ませんよね。中にご自分が入って、首が入って、内側に丸く切るわけです。そうすると、今この縫い付けてない半襟は内径になりますから、内側、内径はたるみを生んできます。ですので、次回からやられるときには、今日の方法を使ってみてください。地襟に書き込んでありますよ。背中心から10センチ、10センチ。書き込んでみました。半襟の方にも背中心から10センチ、10センチと書き込んでみましたよ。地襟の方にはもう一つ印がありますよね。左右に1センチずつ外に出たところにも線があります。ここに半襟を合わせていきます。まず中心です。襟をつけるときには何事も中心からです。地襟の幅でたるみがないように幅をまず作りましたよ。そうしたら中心を待ち針で留めましょう。右側の方からです。地襟の10センチのとこと半襟の10センチのとこ、同じセンチですから合うのは当たり前です。左手で中心を押さえておいて、右手で半襟を持ちます。外側の1センチ作ったとこまでぐーっと引っ張っていきましょう。そして
1センチのところで待ち針を打ちます。ちょん、こんな風に上からのカメラ太鼓橋みたいに突っ張った形にしますよ。はい、反対もです。まずね、ここだけは左右で打っておきましょう。10センチのところと半やりの10センチのところを合わせました。半やりだけを外の11センチのところに持ってきて、待ち針を打ちました。はい、両方太鼓橋。慣れないうちは、今のね、10センチと11センチっていうふうに、11センチのところにちょっと印をつけて引っ張られると分かりやすいと思います。慣れてくると、この太鼓橋みたいなとこに人差し指がスッと入るというふうに覚えてくださると分かりやすいです。測らなくっても、あ、人差し指が太鼓橋に入るぐらいだからちょうどいいっていうふうに覚えてください。左右、この突っ張ったとこ、待ち針を打ったら右半分打っていきましょう。ここからはもう突っ張る必要はないです。今の中心と同じ幅で待ち針を普通に沿わせて打っていけば大丈夫です。長地盤はバチ襟ですから、先に行くほど広くなってますけども、半襟が足らないようだと中心と同じ幅で待ち針打っていってもらえば大丈夫。襟が足りるようだとこのバッチの形に広げていただいても大丈夫。私はいつもは中心と同じ幅でも打っていきます。反対も同じように打っていきましょう。ご自宅でやられるときはね、お膝の上の方が本来はやりやすいかもしれません。広いテーブルの上だとね、いいですけど、今日みたいなちょっとちっちゃいテーブルだとね、ツルツルして結構難しいです。はい、このように待ち針を打っていきました。それでは、今待ち針を打ちましたので、このまま縫っていこうと思います。端っこは先ほどと同様です。やはりね、襟芯を出し入れしますので、ここは一目返しておきましょう。そして、表側を縫った時と同様に、大きな目で、先ほどのつらした手前まで縫っていきますよ。縫う時は、この半襟の際を縫っていくようにしましょう。3目すくったら全部引き抜く。これぐらいの大きな目で大丈夫です。突っ張ったとこの手前まで縫っていきましょう。端っこから突っ張った手前まで大きな目で縫ってきましたよ。上からのカメラでよく大きな目が見えると思います。ここからを少し上の画像でじっくりと見ていただきます。先ほど1センチほど突っ張った状態にしました。人差し指が太鼓橋の中に入りますよね。この左右10センチのとこは着物を着た時に衣紋を抜いてよく見えるとこです。ですのでこの黒糸が白糸に変わっても大きな目で縫うと目立ってしまいます。ですので小さな目でまつっていくんですけども、その時のポイントは10センチと地襟の方10センチですから、ただ沿わせただけではたるみができてしまいますよね。左の指を上手に使っていきましょう。3本の指を外っ側に、親指と小指を添えるようにして、ぐーっ
と外に倒してみます。どうでしょうか。突っ張った形のこのダブダブしたたむるみが外に倒すことで、ほら、上からでよく見えますよね。たるみがなくなってくれます。この状態にして小さく祀っていきましょう。これは洋服とかの袖口、カフスとかをね、手縫いで仕上げる時の技法だそうです。これはね、生徒さんに教えていただきましたよ。こうやってね、倒すと先生祭りやすいよっていうふうにね、教えてくれました。あまりちっちゃくちっちゃくいく必要はないですけども、見えないように上と下の調子を取りながら、外側にぐーっと倒して調子を取りながら祀っていきましょう。このまま左右10センチのとこは祀ってまいります。それでは先ほどの背中心から左右10センチ10センチ、ちっちゃく見えないように祀りましたよ。指を上手に使って倒しながら祀りました。そしてまた左側、同じように大きな目で縫って端っこまで行きます。最後、返し縫いをしたら玉留めです。上からの画像で見ていただきます。背中心から左右10センチずつ。ここは衣紋で見えるとこですよ。内側に沿わせてみます。そうすると1センチずつつってますので、ギャザー、細かいギャザーが入ることありますよね。そのギャザーがなくなってくれます。半襟付けと大変なとこ。皆さんはね、綺麗にきっちり全部つけないとって思われること多いと思います。ですけども、今日の動画を見てくだされば、あ、大きめで大丈夫なんだねって思ってくださること間違いなしです。注意するのは内側のこの10センチの部分だけです。10センチをキュッと引っ張って太鼓橋。今日の動画じっくり見ながらもう一度ね、ご自分の長襦袢に1枚つけてみてください。1枚つけてみると、このね、つっぱらかすというところの意味がよく分かってくださると思います。半襟付け、苦じゃなくなると、いろんな半襟を使って襟元のおしゃれ、楽しむことができますよ。これからの季節、レースの半襟とかね、つけるとまた涼やかに装いができると思います。半襟の楽しみ、皆さんで楽しんでくださいね。お気楽屋の着物着方教室でした。